どうも、東海釣り三昧です。今回はキスの投げ釣り、ね、場所はね、まあ最近よく来るところで、今日はね、大潮で朝間詰めに満潮、今ね、揚げキューブってところかな。前回はこの感じでね、すごいいい感じだったんだけどね、寒いんだな、結構。うん、しかも向かい風かなり強い。さあどうなるでしょう。それではね、準備して始めたいと思います。キスいましたね。割と近い、撮ってなかったんですよ。4色半ぐらい、割と近いところで当たってきました。やっぱね、ここね、大潮の朝間詰めに満潮を迎えるといいっぽいね。割と肩もいい、20センチはね、ちょっと測ってみるか。いいよ。19センチだね。割といいサイズです。いいね。落としちゃったよ。最低、幸先いいね。でも今日ね、10時までに帰らなきゃいけない。10時じゃない、9時半までに帰らなきゃいけないから時間がないんですよね。さあ急げ。ちょっとね、久しぶりに来たら投げるのがめちゃくちゃ下手くそになった。着水で5尺と8分。なんか投げるの下手くそになりましたね。まあ、とりあえず引いてみよう。おいたね、5尺半。全然できないな。いいね。巻いちゃうか。コンスタントに行った方がいいね。時間ないから。あんな引いてたのにな。一匹か。よいしょ。まあ、でもサイズがいいわ。そこそこ。当たりが遠のいたかと思ったらいたわ。4色と8分ぐらい。まとまってないかな、もっと。仲間を呼んでくれ、仲間を。あ、いたいた、よかった。海藻が流れ込んできたかな。あ、海藻に引っかかったんだ。根っこごと抜けてるわ。でもいいサイズ。よいしょ。数釣りはできないかもしんないけどね、サイズがいいね。うわ、針がかりが甘いな。スレスレ、ほら見える、スレスレ。よいしょ。さあ、あと何匹釣れるか。もう7時6分、時間がない。あと1時間ってところか。こ
まで来るのに1時間ぐらいかかるんで、ああもうほんと時間が欲しい。よいしょ。寝落ちでした。まあちょっと大きいからいっか。キスかと思ったらな、寝落ちだ。ちょっとね、当たりが遠のいてきたな。潮が引くと同時にね。あの船危ない。あ、ここアオリイカいるのかな。アオリやってるっぽいよね。アオリイカか。アオリイカ釣れるんだったらあれだな、夜ちょっとね、朝だ、朝早めに来てエギングやってアオリ狙って、でね、夜が明けて明るくなってからはキス釣り。いいなそれ。海藻かなんか引っ掛けたの。重たい。海藻引っ掛けたかと思ったら天秤引っ掛けたんだよ。誰かが根がかりかなんかで落とした。ここでしょ。釣りっていうのはね、どうしてもね、ゴミ捨てないように捨てないように頑張っててもね、こうやって根がかりでね、なくしちゃったりね、切れちゃったりしてね、不可抗力とはいえね、海にこうやってゴミをね、捕獲っちゃうっていうことになっちゃうんだからね。だけどね、まあ、ゴミが回収できてよかったよ。これ自作だね。自作かな。自作っぽいけど。持ち主さん、もし見てたらこれ送りますよ。持っとくんで。8時回りました。ちょっとね、ラスト一等かな。これから気温が上がってきていい感じなのに。しょうがないな。ラスト1頭、いた。近くにいた。勝負だし。うん、見つけたんだけど、もう時間がない。まずいな。もう一匹かからんかや。暴れただけか。時間がね、湧いちゃいます。せっかくだけど。まあ、いっか。一匹しかいないけど、最後のラスト一投で釣れたんで、よしとするか。群れがちっちゃい。群れがね、長官の確認はね、また帰ってからしよう。とりあえず8時10分農館帰宅します。本日の長官です。
6時半から8時まで1時間半だけど、あの回収しちゃった重りのなんかね、力入れてやらないやらを分別しとるので30分ぐらい時間取られちゃったもんで、結局賞味1時間ぐらいか、1時間の超過、5匹、全部ね18センチ前後のヒースが5匹とメゴチが1匹。いやー、クロダイ先週釣ったけど、やっぱりキスのあたりはたまらんね、楽しかったです。これで今回の釣行終了です。